今日はいい天気です。さあハイウェイに乗りました。私たちのとても必死なハイウェイ。うん。乗れれば OK。じゃあ次の目的地ですね。さっきの練習はどうでした？いや結構疲れましたね。11時から1時間の部と12時から1時間の部が終わったかと思いきや、また1時からの部が始まりですね。まあ結構怒涛のシューティング、2時間半かな。このあと1時間後にまた3、40分ぐらいのところでそのプロの選手とのクリニックちょっと遊びに行く感じなんで、ちょっと早々と切り上げて今から行くんですけど。何のプロの人？NLL ボックスラクルス、ボックスのプロ、広いハーフターンって言って、OCC 卒業して NYITT の強いチームに行って、今ボックスの NLL の選手、ベストアーマー、そう右じゃない、右じゃない、これは見えない。 OK、スクールエリアらへんは多分スピードが30キロで注意されたもんね。気づけば後ろパトカーが走ってて、道を譲ろうと思い、ちょっと端に止まったらお前だよみたいにめっちゃ激怒して、警察官が怒ってて何事か分からんくて、私たちは止まってたらスピード違反してたらしい。30キロ、うん、30キロ速度のエリアで50キロぐらい出してたらしい。確かに一人ビンビン見てたもんね。アメリカだったら罰金めっちゃ高いみたい。なんか調べたけど、普通に15キロオーバーとか20キロオーバーで、その何キロオーバーで多分違うんやけど、20キロオーバーとかだったら2万円とか言ってたよね。そうね、2万円ぐらいみたいな、2万5000円ぐらい。今回はちょっと、あ、ここしっかり見た、20円、気をつけて、やばい。かわいいお家ばっかだもん。だからね、この間はちょっと初めてだし、あ、こいつら来たばっかかみたいなのをちょっと察してくれて、罰金はせんず、ね、良くなった。うん、マジで焦ったね。バリ激怒してたけど、びっくりした、何事かと思った。こっちはこっちでなんかあれやんね、あの暖房ガンガンで音楽ガンガンやから、うんみたいな、もう聞こえたけど。はい、ここからはですね、インサイドフィールド、室内の練習ドルですね、練習をしていく動きなんですけど、まあ、特にこれは4対0の動きについて、たくさんこうネイティブアメリカンのハーフタイム兄弟にですね、動きを聞きながら、まあ、進めているところです。まあ、特にここで、NLL とかの選手の動きでもあるのを見てたら分かると思うんですけど、やっぱりこれ僕の動き今ここで止まってたりするんですけど、まあ、そうではなく、やっぱりこう打ち合いの流れの中で、動きを止めないっていうところは、今の外しましたね、まあ、ところは結構大切だなと思っています。ちょっとまあ流しながら
実際のこうプレシーズンのこう動きを見てみようかなと思うんですけど、まずはしっかり中に、葛藤していく、で終了していきながら、外の選手を入れていくという動きは、結構徹底していると。これ今画面手前側にいるのが、リロイ・ハーフタウン選手ですね。今、青い T シャツ着ているのがコリー・ハーフタウン選手ですね。彼もノンダガ・レッドフォックスの選手です。で、ここは、右側のサイドのシールとピックの動きから、逆サイドの対角のスキップのパスについてのこう質問を僕がして、どのようなタイミングで狙っていくのかっていう時に、右の島でこうやって、パス、ピック、シールをしている中で、狙っていくんだよ。特にこうゴールテンダーがロングディスタンスのシュートを受けるときには、前にポジショニングをずらすんですけど、その前に出てきた瞬間っていうのは、その対角側のスポットが開くので、当たり前ですけど、スキップパスを狙うタイミングの、ポイントっていうのを、しっかりと、抑えていこうというところです。で、そこで、左側の島に関しても、しっかりとオフボールの動きを、2人で連携を取りながら、攻めに行くというところですけど、やっぱりこう、ゴールテンダーが前に出る瞬間、シューターは、ボール持ってるプレイヤーは、シュートを狙う。そこから、左下の空いてるスペースをしっかりと開ける、みたいなところが大切かなと。で、ここで今、リロイ・ハーフターンが打ってる動きとしては、しっかりこう、ボールマンのプレイヤーと、そのピックをかける、選手の動きが、ディフェンスを邪魔した後、シールした後、しっかりとピックアンドロールに入ろうっていう動きと、ただピックアンドロール入るだけではなくて、その後のこう動き方、ダブルピック、リピックを仕掛けるところと、かつその逆サイドの島にもですね、選択肢が持てるような動きを結構熱心にですね、教えてもらいながら、一緒に練習できているっていう状態です。ちょっと流しながら見てみます。こういうところもさっきと一緒ですね。フラッシュって言って、そのクリースにこう顔を出す動きを言うんですけど、今みたいに右奥、左奥の青い T シャツの黒いコリーにボールが出た後に、クリース中を狙うみたいな。左から右の島、さらにクリースっていうふうに、どん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 こうゴールテンダーをずらしてずらしてずらしていくような、細かいパスっていうのは結構大切かなというふうにですね、やりながら感じました。多分僕も今ここで止まってたりとか、中の切れ込みの角度が良くなかったりするんで、もっとこう中にえぐるシールをした後にポップアップをさせてるみたいな動きがやっぱこうちょっと甘いなと思うんで、ここら辺はまだまだ成長する必要があるかなと思います。はい、ここの動きなんですけど、僕が二段構えでこうパスを出したんですけど、簡単にパスカットされるっていう話なんですけど、よく見てみると、やっぱりこうパスカットをする選手がしっかり最後まで相手の動きを見切っているっていうところが、やっぱり僕も勉強になるなと思ってですね、分かりやすいパスを出さないようにしようと思いました。はい、ここはですね、リロイ・ハーフターンのシュートのところなんですけど、特にこの僕選手に特有であるのが、外側と内側をしっかり打ち分ける動きのシュートがすごい上手だなと思ってですね、こうスロー再生で見ていただけたらと思うんですけど、これしっかりゴールテンダーを左側に動かした瞬間に次逆サイっていうふうにですね、やっていく練習を僕もやってみようかなと思いました。以上です。